な声で声援が飛んでいます。その声援を背に両チームのスターティングメンバーがピッチに顔を出して、右足のクロスファーサイドだ、柳のヘッド、そして流し込んだ、先制は岡山、最後に触った桜川ソロモン、しっかりと下に叩き落とすようなヘディング、そこでタイミング合わせた桜川の入り方、非常にこう3人の誘導戦流れというのはいいですよね、はい。まあ、こういうところですよね、はい、2枚目から飛び出し中央から抜けた田中が落として桜川ポスト、セカンドボール、坂本折り返す、ディフェンス戻っていました坂本、狭いところ右足、前半31分追加点、アウェーファジアの岡山、コントロールというのをすごい意識してるんですよね、まあ、このシュートの質もすごいですよね、いいコース狙ってますよね、はい、出口を塞ぎかけましたが突破される、逆にファジアーノ岡山久しぶりに攻撃です、左サイド武器の佐野光大、中央判定して佐野、坂本、そして桜川、シュートブロック、こぼれ球押し込んだ、3点目ファジアーノ岡山、佐野光大使いましたよね、まあ、桜川のシュート、まあ、止められましたけどね、この反動スピード、反応のスピードっていうのは非常に佐野良かったですよね。もう攻撃の形になってから感じる選手たち、そして田部井入れ替わった、さあ松原折り返す、ゴール前、後藤が決めました、煽る高卒、迎える前の2年生です。まあ、ここの進入のところクロスの質も良かったですし、後藤の入るタイミング、この足の出す角度というところも非常に良かったですよね。その中でショートコーナー山本、遠藤が入れた、ゴール前、2点目後藤圭介、途中出場デビュー戦でいきなり複数得点、素晴らしいでしたよね、ワンタッチで、まあ、後藤もしっかりタイミングよくボール進入してきましたよね。ここでしっかりと合わせてゴールの枠にクロスが入る、後藤だ、肩でコントロール落とす、後ろから伊藤がいる、後藤コントロールして金子の右足、キャッチした山田大輝、松原ディフェンスがまだ集中している岡山です。ここで7